こんばんは。くにおです。えっ、ー、と今日はコメント返しですね。コメント返し、動画主にハロプロ系の動画にコメントくれた人たちにザクザクザクと返していく、そんな感じにしたいと思っております。えっ、ー、とちゃんとこの画像だけ見ても、あのそれなりに楽しめるようにハローの様々な何て言うんですか？あの物語とか散りばめながらいきますので、ぜひお付き合いいただければと思います。よろしくね。 では行きましょうちょっとこれ古い古いっつってもまあ近い近しいとこなんだけどの動画にコメントくれました、えっと、もうマリアのやつねこれマリアのやつはね初期俺緊張しながらこう見えても緊張しながらやってるからちょっと内容あれなんでまた取り直しますけどそこにコメントくれた方からお返ししますえっとカンタロウ44さんねこれ前もなんかでコメントくれたね人だね ハロプロプココのメンバーについて独断と偏見を述べていただけると興味深くて嬉しいです。マリアちゃんは大きなポスターとか写真の載ってる雑誌写真の載ってる雑誌とかいろいろ買ってしまったです。嫁さんになんだこれはちょっと読めないな。まあハロプロやめられませんと。に、う、ら、ん、まれつつだ。ちょっと字の設定がこれ小さいんです。漢字読めないね両方 <laughs>。 えっと,と,、えー、とねこれねうん偏見ね <laughs> 独断と偏見大体、ま、独断と偏見なんですけどね僕が言ってることってで,でもあでも情報収集はしてるんですよである程度そうであろうな50%以上の人間がそうである可能性がある発言はしないのも含めてに関しては割と堂々と 言ってるつもりですよで微妙な自分の感覚っていうのも分かってなさそうに見えてるかもしれないけど割と微妙なところはそういうニュアンス出しながら様子見ながら言ってるなんつうのがこの初めて、ね、この間までで50本動画出してますんでその50本っていうのはまあ様子見ながらなところはまだまだあるっちゃあるんで確かにちょっと攻めていったやつやってみても面白いかななんて思いました。ね、あとマリア いろいろ買っちゃう。大変ですよね。あのね、漫画系の雑誌がかさばるよね。わかるわかる。もう俺昔松浦でそういうことやってたんですよ。そしたらあの当時僕六畳1まで住んでたんですけど、あの自分のいるスペースほぼなくなりだした。あこれまずいなと思って1年半ぐらいね。やってたらに2冊ずつ買ったりとかしてたんであ駄目だなと思って。えっ、ー、と半分処分したら覚えてます。 参考になればあと嫁さん仲良くやってください。<laughs> じゃあ次行きましょう。ありがとうございます。えーっとね、これはね、そうローズクオーツ金沢とんぼこってあげたんですけど、これ一回ちょっとね、大切なお知らせと試してみたんですよ。まあ大切なお知らせはあるんだけど、ハロプロ用語的にはそれ、やばいやつじゃないですか、ドキッとするやつじゃないですか。多分それに対して、反応してくれたんでしょうねあ。僕知らない人だと思います。山田太郎さん。 あのさ何が大切なお知らせやねんとわかりますこれねまだ僕もうちょっとなんですけど YouTube は試していかなきゃいけないんでえー、まあこれ来た時にあドキッとしてこっち行くのやめようと思ったんで貴重な動きありがとうございます続けますさあそう次これねベリーズ工房継永桃子に、えー、関してね 長尺の動画を出したんですねでこの動画は本当になんかずーっと長く見てもらえてるような形になって、まあ、気持ち入ってるのもあるけど良かったなと思ってます。さあじゃあこれで最近コメントくれた方への回答いきますね。えっ、ー、と「んぽりんとさん」ね。ねえ「を登録させていただきました。 ベリーズ工房停止後のファンなのですがこのような動画を上げていただけると現場を知らないファンとしてとてもありがたいのでこれからも頑張ってくださいと嬉しいですありがとうございますえー、っとねこのい言い方がねベリーズ工房停止にしてるんですよねまあ休止停止そういう言い方戻ってくる感じでねえー、っと一幕を閉じているということになってますから でこれもちろんそういう方向けにも作ってるつもりですし、えー、もう一度ね「ベリ」ーを思い出してみよう「嗣永」を思い出してみようって時にも事実ベースで大体話してるのでまあアーカイブになり得る動画になってたらいいななんていうのは思っておりますので受け取っていただいて感謝しますとじゃあ次いきますね <laughs> えっと「ハロー」これ何て言うんだ 多いの俺、文字でも弱いな。都市平やみ,やみさん相田さんちょっと、ごめんね。適当だったら。で、この人に、じゃあ回答します。2020年でも元気かな気になるね。ももちには伝えたい。コロナウイルスには気をつけてね。って。それは俺も伝えたいね。み <laughs> んなにだね、これね。ねえ、元気かなもあるけど。 うんまあ志もって彼女のことですからねからもう取り組んでいるでしょうよ目立たないってわけにいかないんだろうけどねこれだけ目立った情報が出てこないっていうのもすごいことですよねそれももうこのミステリアスでいいなと思いますじゃあこのもンゴ動画へのお二人はありがとうございました続きましょう えーっと、これは、答えたかどうか微妙だったけど、こぶしファクトリーのね、ライブ見ての動画、ね、これ、アイオジラム4673、ね、答え、二重になってたらごめんね、俺、開いちゃってたから。今の感情で答えます。イベント中止が相次いつで残念ですが、国尾さんの愛情あふれる話に感謝。うん。 これ答えた気がするね愛情はあるよっていうようなねせっかくだからもう一人の分答えましょうこれあのイベント中止が相次いでるのも,もうちょっと続きそうなんだけど今日もその辺なんかライブハウス含めて話話合いというよりね状況を聞いて何できるかって言えば持ち帰ってる感じなんですけどもうえ頑張りますようんねアドス。じゃあ続いていきましょう野良猫のアジフライさん これは3月30のラストライブ、女性との金縄もありますが楽しみにしてます。中央組合でライブビューイングを予定していますと。これ後でまとめるんだけど、多分これ2つ答えだな。で後でまとめるんだけど、ネタとしてちょうどいいから2度2重回答になっちゃうけど、あのライブビューイング的なやつという風にするとちょっと聞こえ的に危ないんで。 うちでね、放送できるやつはで、上映会とはちょっと違うっていう印象、うちで集まって、パーティーをやってる中で見るみたいな、そういう感じですよ、はやろうと思ってます。まあ、ちゃんと金も出してるし、ね、あの食べ物の飲み物の回避だから、ポンパーティーってことですよね。まあ、それはあの YouTube でも発表しますし、僕の Twitter の方でも、もう、キ々ンキンで発表すると思うんで。 チェックしてみてみくださいあとお友達でもし関東圏にいらっしゃる方いたら情報を教えてあげてください。ありがとうございます。2回答えちゃったかな、うん。まあいいねあの。そういう人です。すみません。じゃ続けます。えっ、ー、と、これだこれ。ひなフェス中止。ええー、マジで大案ン議論しませんかという動画に、えー、と回答くれた方々。返答します。ありがとうございます。えっ、ー、とね、あと1分さん ね、中止になることで 1+1 が 0+1 になるのが嫌ですね 0+2 にしたい例えばひなフェス中止は5月5日のこれ何て言うんだ単語フェスっていうのとして中野サンプラザで合同でやる3月卒業面もゲストとして出てもらうライブ会場中止になったグループは娘婚がコンサート会場2回回しだろうけどもう1つユニットを追加して1日4回回しをする ファンは最大4回参加できる設営の問題はあるだろうけど歌とダンスがあれば何とかなるまた将来に備えて VR などでもライブ見れるような思考として無観客ライブ配信をやってほしいうまくいけば会場収容人数よりも多く見られるコメントも入れられるしメンバーのテンションの問題もあるけれど途中休息タイムでコメントを読んでコミュニケーションを取ってみるとかやれることはある 1>, 1年後にはライブユーイングの選択肢の一つとして自宅優勝にすればいい。ありがとうございます。これね、僕、半分賛成、半分まあ、異議申し立てまでいかないけど、半分ストライクじゃない気がする。るで、半分賛成の部分どこかって言ったら、これ、ダイアンちゃんと提案してるじゃないですか。で、むちゃくちゃだと思うけども、もう今、 これ1週間前に答えてくれたから5月5日の時はあの研修生のね実力診断が決まっちゃってるタイミングなんですけどだけど僕こういう人好きで何かを中止にしても代案を出していくってことですよね。政府の発表とかも全部同じこと僕会社の発表もみんな同じだと思うんだけどとりあえず中止でもいいけどそいつら一人ずつとりあえずじゃない人生だから。 まあ選択肢代案をすごく速やかに出して、えー、進行していきまあそれでまた状況が情勢が変われば代案代案でいくっていうこと大賛成ですまあでも結果としてねちょっと落ち着くとこが今違うところにありそうな気がするけどまあでも大賛成でこのちょっと具体的なアイディアだからこの具体的なアイディアとても良くて僕 VR もね興味あるんですよ。ねでで できるんだろうけどコスト多分全然合わないよ、ね、あの新宿のさ歌舞伎町のところに、えー、なんか VR もうなくなっちゃったけどモニュメント的なところがあってそれ俺は入りゃよかったんだけどねちょっとタイミング合わなくて入れなかったんだけどその特集みたいなやってたとこ見るともうアミューズメントパーク全然代行できる状況ですもんね。人も集まってたの見たし。うん すごく面白いと思うでここからからちょっと一個、あのー、僕とまあ違うというかここはディスカッションポイントだということね僕ね無観客ライブ配信っていうのがあんまり実は、まあ、この状況だともやってもらった方がいいけど将来的にはポジティブじゃないんですよどっちかというとその僕最初にねハロータ松浦だったけど松浦もすごいけどこの会場にいる。 明がブリッツだったかな2002年3月末この会場にいる奴らも引け取らず一緒にコンサート作ってんなって思った口なんでそっから好きで今もねなんかもう時代の並みこうあるけど今もやっぱりその観客あってのコンサートっていうこれメンバーも同じ気持ちだと思うけどってところがあって。 その熱量の中で何か勧められるものであってほしいかなと思うんですね。でも全然そ,それぐらい。うん、で選択肢の一つとして自宅優勝ねこれ面白いけど面白いけどこれまだ応急処置でいいってお大勢が考えてる。だってライブが今音楽業界一番収入になるからそこでの会場でのグッズとかね 音楽業界の方向性っていうところとちょっとこの急に斜めいくような感じでもありえるね社会情勢から考えたそ,そんなことを考えながらディスカッションできそうなワードでしたありがとうございました、はい、じゃあ続けますえっ、ー、と風大左衛門さんねよく書いてくれてるありがとう、えー、と今のところ5月のゴールデンウィークの中野サンプラザを有効にするというのが一番良さそうだと思います モー,ムスのモームス以外のグループの救済をやっぱり考えたいですね。広い会場を使える機会が少ないので、中野サンプラザならば、ひなフェスでやろうとしていたことをある程度できそうな気がします。うん。うん。まあこれだから結果出る前だからね。でも言い、言いたいことわかる。言いたいことわかるけど、中野サンプラザって中野区がすっごく調子出すんだよね。 どうやってその興行のバランスとか考えていくかってかんことでいくとちょっと可能性低いことだったかもしれないけどあの駅の前のところのさエリアとかあれなんか僕何回か翔平にだったなんか盆踊りのチームとか d j 高さんとか呼んであのやってるやつらなんだけどあの彼らとかの発想とか彼らとか持ってる人脈とかとマッチングすればあの。 なんで駅出てからずっと中野サンプラザまでのところをパーティー空間に作れんのよ。これ通し方がアップフロントの工業ドーンっていうのと中野区が推奨みたいなふうにやるのとっていうの,の足並みが揃うかどうかが決めたら腕の見せどころだったってことかもしれないね。でも今までやってないから何かやらなそうって思ってしまうね。ね。 まあこういうい工業のなんかリアルなところって多分みんな分かんないからそういうのってねあのまあ僕も知ってることしか分かんないですけど出し合って今民間でも、まあ、本当はクラウドファンディングねアップロントとかが明るかったらやっていくことってすごいたくさん広がってんだけどまあこの辺実は何回か僕否定されたことがあってその辺の話はまた改めてしましょう。えっ、ー、といいアイディアありがとうございます。さあじゃあ続いて あつさんしと室んは見納めだったから開催してほしかったですねもし本人たちにやる気があるなら卒業も伸ばしてもらいたいですうんジャストまだ俺そう思ってるもん、うん、なんかやり直してほしい3月のやるはずだったイベント契約ねどうなってるか、うん、そこがもう答えだよね 遠いですうん、まあ応援できることやりましょう次島袋光崎さんいつもざっすえっ、ー、と何にせよ中止は事務所としても苦渋の選択だったと思いますそれはハロ,ハロメを守る意味でのことだと近日中に会場を抑えるのは無理なので仕方ない気がします三点一時の時の危機を乗り越えてきたからかなり楽観的に見てますうーん 深い意見だねまあしょうがないしょうがないで片付けられるかって話だけどこれしょうがないがつくやつだもんね。うん、隣見ななきゃいけないけですよねであの大手のやってることと今自分たちがそこと足並みを揃えながら業界って多分作ってると思うんで、うん、隣がやって。 内ちが,がやって隣がやらないそういうのになってくるとこの少しずつ歪んでって大きな波になっちゃうってことなのを恐れるのが日本の人たちということだと思いますよ。うん。わかります。そういう感じちょっとここまでにしましょうこれは。ありがとうございます。 さあじゃあ次出ていきましょう。これは柳川なみちゃん3.11の時にあげたいや、卒業に対してあげた動画に対してのレスリーになります。えっ、ー、と、後藤さんですね。いつもありがとうございます。えっ、ー、と、いいかなこれ。これまた興味深い動画来ちゃいましたね。国尾さんから柳の話聞くの初めてかな。少ない機会の中ではありますが。 が知り得ないワールドシリーズの話を含め面白かったですよ。やなみんな未来に関してにわせるような内容でしたね。実際どうなんでしょう全てが終わったわけじゃない。ほんの少しだけども未来に再会できる機会があるかなって淡い期待を抱いてくれる楽しい時間でした。これももしかしたら俺二度答えてたらごめんね。<laughs> ぬるいね。うん、でこれじゃあちょっと二度答えてる可能性はともかくとしてこのポイント1個で。 えっと、多分ワールドツアーの話なんだけどワールドツアーの話は必ずやり直します、えー、ジュースジュースも含めてあとこの間2009年から2014年っていうところでのまあ主にフランスのっと海外アップロンドの海外公演だよねっていうところに関しては動画上げているんですけど、まあ、そこを多分全部見てきたの僕以外いないはずなんですよ。なので <laughs> あのであ ま、マジ情報すぎるところあるんだけどまあそれももう言えるやつっつうのかな言えるやつちゃ,ちゃんとなんか面白そうな感じで出しますよあの時はどういうかキュートはすごかった、うん、最初のね何年かモーニング娘。でどこまでっていうスタートだったんだけどまああのキュートのウェーブを見れたのは面白かったなって感じですねでジュースもまた その必ず届けるってことでお願いしますじゃあまあまあこれはそれが言えたということでありがとうございましたさあ次いきますか、うん、これは絶対ダブってないな、えー、昨日あげた「高瀬くるみちゃんポジポジポジ」というねタイトルを勝手につけていますけどそこにまたこれ島袋光彰さんがあのコメントくれてますんでお返しします「えー、一岡高瀬のコンビ芸が私好きです」ねえ 緩めようとする高瀬に対してすかしまくる一お菓子のこの子対戦は冷戦絡みが面白い最近行われてきた国吉よしい感じですうんありがとうございますあまとめようとするなごめん、ね、まとめようとする高瀬に対してすかしまくる一お菓子ねちょっとねこれねごめんね俺パソコンの G のせて後に直しとく <laughs> 言いい訳っぽいね <laughs> えっとね僕これねさんとしてくれて嬉しいんだけど何が言いたかったかっていうとこの一岡をキャラクターの方でまあ行くのを決めて高瀬の方をもうキャラクターで行けたんだけどどちらかっていうとキレの方で持っていくっていうふうにした気がするんですね。まあ、去年の 日本で雇用対大賞最優秀新人賞の時も、マイクを向けられても高瀬が自分でアピールしてしゃべる。まあ、あれはもうしゃべる人間が決まってたってことなんですよね。まあ、うん言葉間違いなく言えば、一応かでボロを出さず。それで、高瀬で、本人もお母さん役と言っていたわけだから、お母さん役に行くわけだよね、ポストとして。そういうのがもう、 しっかりこなされていたそういうシーンだったと思います、うん、でも言ってることはありますあざすじゃあこれは次行きますかで昨日北側リオも上げてるんですよねこれも見てない人は見てやってくださいでまず回答同じくこの島袋光明さんねえっ、ー、と赤坂でのリリースイベントで見た北側リオは普通な感じですが オマタもパンダさんも成長が楽しみな逸材だと確信しました見たままの直感ですうんうん直感だね <laughs> ねわかるよ、うん、で北側普通な感じっていうのもね俺そう思ってたの俺もでもあれねシャイで出てないだけなのよ うんこっからこっから出まくりますよ、うん、どっち出ても彼女すごくいいポジション取ってるなんか先輩なんだけど遅咲きみたいのいけるいいポジション取ってるんでそこ楽しみましょうよそんな感じですはいじゃあ続いて乙女の祈りさんすいません乙女の祈りさんカッコカえで ちわらこのネタに気づいていただいてありがとうございますね結構ね仕込んでんですよいろんなところに <laughs> ねあのルーズそうに見えて準備はしっかりしてるんですけど結果緩くなっちゃうっていうね恥ずかしい感じですすいませんでもありがとうございますはいじゃあこれをこの辺にしてこれで全部かなうん ねじゃあ返信動画ちょっと長くなっちゃうんですけどねすいませんだけど2度,2度言ってんのちょっと避けるようにしたいねいちいちなんかね過去のね振り返ってるのもなんだからまたその日のリフレッシュな感じでいいのかなと思ってますさあじゃあ今日せっかくなんで最後まで聞いてくれた方々に一つお届けして今日は終わりたいと思っております えっとね、まあ昨日おとといというところかなあのーまあ、ハロプロナイトがあったんですけどねおとといですよね3月15日大塚ディーパーさんでまあ集まってくれた方々20名ちょっとぐらいですよ、ね、非常にいいこの発信という意味受け取ってくれて、まあ、お酒飲みながら長丁場だったけどもうーん,なんか僕的にはできることやれた気はしました。 でお店的にはもうちょっと貢献できるところまだ探さなきゃいけないけれども、うんまあ、ゼロよりいいのかなというふうに思ってます来てくれた人ありがとうございましたそして検討して至らなかったり、まあ、急だよとかいろいろ言われるとこあったんだけど、うん、急だからやろうと思ったのねでそういうところを気にしてくれた方々もありがとうございました で今後なんだけどもねまあパーティーというところ僕は多分もう気持ちとしてはアーカイブ残していく YouTuber 的なところっていうのがすごくスロットギア入ってたところだったんだけどもう隣の人間がそこで苦労してる困っているとなればあんたならどうするだよだから今ちょっとそこは落ち着くまでは。 いいろんなアアイディア持っっってててやこうと思ってますだからせっかくねハロプロの曲だったり映像っていうのは多分世界で一番またピローラのさ消しとかなきゃね世界で一番なんか動ける形ではすぐ出せるとは思うんですよ、まあ、20年近くやってるってことでだそれが楽しみになれるみんなの気持ちを少しポジティブにさせるっていうんであれば まああ僕の責任でややれることははろうう思ってままます今日じじゃあそんな感じにしましょうかね、ま、たちょっとねもう一本すぐ直近ですぐ取るんでこっからが51本から100本目になるんですけどちょっと今までの前半の50本でやってなかったような新しいことをトライしてみようと思ってますんでそっちももしあの差し支えないようでしたらお付き合いくださいじゃあ今日はそんな感じにしましょうえっ、ー、と皆さん えと長尺の動画になってしまったんですけれどもお付き合いいただいていることに感謝いたしますまたの機会でお会いしましょうありがとうね